藤原高家は、平安時代中期の苦行。藤原北家、摂政関白内大臣、藤原道隆の四男。下には、聖二位、中納言。一条朝初頭の英祖元年十一歳で元服して、十五一下に助爵し、翌英祖二年正月に自重に任官する。同年七月に、右、京衛健介に任ぜられると、省略二年十五以上。 省略三年生五位下、左小野江少将、省略四年十四位上、右小野江中将、省略五年正月に生四位下と、父、藤原道隆の失政下で武漢を務めながら急速に昇進し、同年八月には中将を帯びたまま十三位に助せられ、苦行に劣した。長徳元年四月に、県中納言に任せられるが、間もなく父、道隆が没する。 同月中に道高の弟である藤原道兼が関白となるが、これも間もなく、没死、5月に入って、失勢の座は内乱、右大臣となった藤原道長に移る。この状況の中で、7月末に高井への従者と道長の従者が七条王子で乱闘したほか、8月初旬には高井への従者が道長の随身、旗久忠を殺害している。しかし、 よく徳二年正月にこれ地下の女性関係に関連して、高家は従者の武士を連れて、花山法王の一行を襲い、法王の衣の袖を弓で射抜くという事件を起こす。このことを藤原の道長に利用され、4月になると、花山法王法者、東三条院図祖、大元水法実施の在場参加状をもって、高家は出雲群森に、道母兄の内大臣、 藤原コレ地下は、太罪言の措置に左遷された。なお、高家は、出雲国までは行かずに病気を理由に、田島国に泊まっている。長徳4年5月に、東三条院の五能による大社を受けて帰京し、10月に、兵部卿として寛会に復帰。長宝4年以前の県中納言に復し、観光4年中に、位、観光6年中納言に除任された。この間の長峰2年に、 姉の定氏が、観光7年には、兄のコレチカが没している。こうして、中間白化の聖望は、高家の創建にかかる中で、高家は、外政の厚安新能の立大使に期待をかける。世間からも、厚安新能が即位して高家が政治を補佐したなら、天下はよく収まるだろう、との声もあったという。しかし、 観光八年三条天皇の戦争に際して有力な貢献人がいないことが理由で、厚安新皇の立望は実現せず、道長の外孫である厚平新皇が東宮に建てられた。昭和元年末頃より、先の尖ったものによる外傷原因とした眼病を患い、出資や交際もできず、邸宅に老居するようになる。ここで、太宰府には、 目の治療を行う当人の名医がいるとの話を聞きつけて、高いへは進んで打宰言の措置への任官を望む。この任感希望に対しては、未だ性暴高い中間パク化と、吸収在地勢力との欠乏を抑止したい道長に、強く妨害されるが、結局同じ眼病に悩む三条天皇の高いへの、道情は深く、決定までに9ヶ月を要した末、昭和3年11月になって、 ようやく太宰イの措置に任せられた。昭和4年には不妊の功労により生仁に除せられている。太宰府では前政を施し、九州の在地勢力はすっかり振幅したという。在任中の肝心3年、トイの入港が発生。トイが、津島、駅に続いて、同年4月に、博多を襲うが、高家は、葬式官として、太宰大元、大倉種木らを指揮して、 これに応戦、撃退している。同年6月には駒が、虜リコ人総使、停止料を派遣し、都イから脱回した日本人、保有259名を送還する。高家は、停止料に対して、朝廷の開始帳を使わし録物を与えるなど、後処理を行った。同年12月に、打罪言の措置を辞して帰郷帰後の朝廷において、 トイを撃退したことに対する功績により、高井への大臣、大納言への登用を求める声もあったが、帰郷後の高井へは、代理出資を控えていたため昇進の沙汰はなかったという。一方で、翌官任4年にはトニ放送が大流行し、トイが大陸から持ち込んだものが高井へについて刑に及んだ、ものと噂された。治安3年次男の常助を宇宙弁に承認させる。 代わりに中納言を辞退する。その後、大倉京などを務めるが、五須崎町の長略元年、藤原実情に代わって、再度な財言の措置に任せられ、長久三年まで、これを務めた。長久五年に1月1日皇居去年66。最終官位は、全中納言制2位。天下の、さ物として有名であった高井は、 王権を傘に切る加算の院との掛け事や、姉の中身や亭主の女房聖小納言との応酬など、枕の創始、王鏡、古今著文集にも多彩な逸話が伝えられている。姉が生んだ、厚安新郎の立大使を実現できなかった一条天皇を、認否人と非難したり、権力者の王子、道長の嫌がらせに屈せず三条天皇皇后、聖子の皇后宮大部を引き受けたりするなど、 気骨のある人物として知られた。その、心魂は、性的の道長も一目置く存在であり、彫徳の変の黒幕と注目の一致するところであった。道長は、後年、鴨参りのついでにわざわざ、高い絵を招いて同社させ、その弁明に努めている。もし、厚安新郎が即位して高い絵が政治を補佐したならば、天下はよく収まるだろうという世人の密かな期待があり、 その期待に反して厚安が立体しできなかったのは、さすがの高家絵も気落ちしているだろう、という世間の忖度を逆手にとって、高家絵は三条天皇の大上海では、かびな製造できらびやかに振る舞ったという。また、父、道高や、兄、これちかに対しては、批判的な態度を取り続けていた、藤原さねすけからは可愛がられ、彼の日記である、 正月には高家がサネスケに悩み事を打ち明ける記事や、サネスケが大役に認じられた、高家の息子を気遣う記事が見られる。特に前者の長和2年の記事にはサネスケが高家に、対して、眼病の治療と道長からの圧迫を避けるために、縁人の案を進め、それを受けた高家が、親友鎮西の教を抱いたことが記されている。ご衆岩歌集。 新古今和歌集に和歌作品が取られている直線歌人である。文人の家系に恥ず、監視も、本朝霊もに七個取りし一種が残っている。高家の娘は、長女が三条天皇の御子式武教、厚吉新皇室、もう一人が三義、藤原加熱熱室となっている。高家の長男義よりは、正三味県中名言に進み、その娘は、 三義元気平ら室となり、五三条天皇の寵愛を受けた、源の元子を生んだ。吉寄の四代後の子孫に、平の清盛のマま母として、源の頼朝の除名を嘆願したという池善美が、いる。高家の次男常助は、正二意見大納言となって、南世代納言と称せられた。常助の御世孫にあたる、十三位、忠だの側女は、 この家の祖である元ザネの室となって、気痛を生み、その兄弟信頼は、後白河上皇の長身で平治の乱の死亡者として有名。同じく常助の御姓孫にあたる修理大部、信孝の即女七条院職士は、後鳥羽聖母であり、その弟某門の武器用は内大臣の位にまで、上った。源義常の母の時は御前の再婚相手で、 欧州藤原氏とも関係があった一条朝廷も、常助の御聖孫である。高い江流は除系を伝って、皇室、石家にその地を残し、子孫は、南瀬流として、皇美南瀬、七条、町尻、桜井、山野井のご同情化を出して、明治維新に至る。なお、南北朝時代に、金長親王を要した、肥後国の豪族菊池氏は、高い江の光栄を称し、 祖先たる藤原正則を高い絵の子としている。注釈のないものは苦行部人に,による。ありがとうございます。